私たちは日本共産党山添拓参議院議員を応援する市民キャップで山部のメンバーです。本日この場所で山添拓参議院議員と一緒に来週9月27日に行われる安倍元首相の国葬に対し今からでも中止を求めるアクションをこれから行わせていただきます。短い時間ですが皆さんご協力をどうぞよろしくお願いいたします。今日はこの場所でまず山添拓さんからスピーチをしていただきますが、私たちの仲間が今このチラシも一緒にお配りしております。ぜひお手に取ってお読みください。それでは山添拓さんお願いいたします。新宿駅西口地下広場をご通行中の皆さん、こんばんは。日本共産党参議院議員の山添拓です。今日はこの場をお借りしてカッテレンの山部の皆さんと一緒に安倍元首相の国葬に抗議し、今からでも中止をと求めて宣伝をさせていただきます。少しの間大変お騒がせをしますが、ぜひご協力をいただき、またお配りしているチラシもお手に取ってご覧いただければと思います。そしてまた国葬反対、中止した方がいいよとお感じの方結構いらっしゃると思います。ぜひそういう方はこのプラスターやチラシを配るなど、一緒にその意思を示す行動にも関わっていただければ大変嬉しく思います。来週27日安倍元首相の国葬が行われようとしています。しかし皆さん、やっぱり国葬納得いかないんじゃないでしょうか。今日国会では国葬の当日、国会議事堂にも半旗を掲揚するのだ、そういう申し出が自民党から衆参に対してなされています。弔意の強制は行わない、国民一人一人に対して強制することはないのだと岸田首相は国会でも述べていたはずです。そして今国会の中でも日本共産党もあるいは立憲民主党も野党の各党、国葬は中止するべきだ、出席はできない、弔意を持つということと、その弔意を国葬という形で強制的に表させるということは別だと、こういう立場で臨んでいます。世論調査でどの調査でも6割の方が国葬に反対をする、賛成の方の倍くらい反対世論が大きい、国論二分どころか反対の方が圧倒的ではありませんか。そういうもとで国会議事堂にも弔旗半旗を掲揚して弔いの意思を国会として示す、こんなことやっちゃいけないんじゃないでしょうか。私たちはありがとうございます。国葬は誰に対するものであれ憲法違反だと考えています。だいたい皆さん、なぜ安倍元首相について国葬としなければならないのか、合理的な理由は一切説明されていないではありませんか。8年8ヶ月最長期間の総理、長ければいいってもんじゃないと思うんですね。長い人だから敬おう、弔ってあげよう、これは思い込みです。政治的な思惑でそういう総理だから称えよう、こういうことでしかないと思います。安倍元首相だけを国葬にする理由の説明ができないのは法の下の平等に反する不合理な扱いだと言わなければなりません。そして何より内心の自由を脅かす安倍元首相に対する敬意と弔意、国全体で表す儀式だと岸田首相は言っています。強制しない、いくら口では言っても別の口では国全体で
弔意と敬意を表すと言ってるんですから、それは事実上弔意を強制することになるんじゃないでしょうか。今度27日には霞が関などの役所に対しては半旗を掲揚し、職員に黙祷を求める、こういうふうに言っています。国家公務員の中にもいろんな考えの方いらっしゃるはずです。安倍元首相に対して敬意も弔意も示せない、こういう方きっといるはずです。今度の国葬の決め方に疑問を持っているという方もいらっしゃるはずです。そういう一人一人の意思を関係なしに弔意を強制してしまう国家公務員に対しても役所の中でもやっちゃいけないことじゃないでしょうか。学校ではどうするのか、まだ決めてないところもいくらかあると言います。山口県の教育委員会は学校に対して弔意の長期の掲揚を求める、協力を求める、そういう要請を出すと決めているそうです。子どもたちが安倍元首相が行った政治について評価をしないできないもとで、とにかく黙祷させられる、こういうことがあっていいんでしょうか。私は今度の国葬に反対の声を上げ続けるということ、中止を求めて声を上げ続けるということ大事だと思うんです。もう決まったことだからどうせやるんでしょ、しょうがないでしょ、それで本当に良いのでしょうか。そうして諦めることを一番望んでいるのが国葬を強行しようとしている人たちじゃないでしょうか。どうせ国民を忘れる、強行すればそのうち従ってくる、文句は言わなくなる、そういう社会でそういう政治のままで本当に良いのかが問われていると思います。皆さん、日本は民主主義の国です。憲法に基づき一人一人の自由と権利が保障されている国です。その国で多くの国民が反対するのもとで、あくまで国葬を強行するというのは民主主義を踏みにじるものじゃないでしょうか。岸田首相は丁寧に説明すると言いました。国会に出てきてテレビの入った国会質問をやると自分で言って説明したようですけれども、説明にもならない説明で反対世論がもっと増えたじゃありませんか。説明すればするほど反対世論が増えるというのは、説明によって納得が得られるものじゃないということを表しているんじゃないでしょうか。皆さん、国葬に反対だとお考えの方にぜひ、ありがとうございます、チラシを手に取ってご覧ください。署名もまだまだできますので、その意思を示していただきたい。今日この場所で国葬反対の行動をやっているということをインターネットで広げていただくだけでも大きな力になります。私たちが諦めてないということを表す必要があると思います。皆さん、来週27日、岸田政権が安倍元首相の国葬を強行しようとしています。反対だとお感じの皆さん、一緒に声を上げませんか。イギリスのエリザベス女王の国葬で、エリザベス女王の国葬ですら NHK は中継をしてテレビそれ一色になりましたよね。安倍元首相の国葬についても同じようにやってくるんじゃないでしょうか。それに違和感を覚えるという方、おかしいんじゃないのと思うの方いらっしゃると思います。諦めずに一緒に声を上げましょうよ。今からでも中止を求めていきましょうよ。国葬反対だという声、今日はぜひ皆さんと一緒に上げていきたいと思っています。よろしくお願いします。ただいまお話ししていただきましたのは日本共産党山添拓参議院議員です。これからは私たち山部のメンバーで今回の国葬に反対するリレースピーチを行っていきたいと思います。まずはじめにどうぞよろしくお願いいたします。新宿をご通行中の皆さん、こんばんは。私は東京の江戸川にいます、勝俣と言います。山添さんの選挙では江戸川でいろいろと応援させていただきました。ありがとうございます。どうもです。
皆さん、ちょっと気が早いですけども、2022年9月も後半になりましてね、私はこの2022年の流行語大賞を勝手に考えました。もうすごい、まあ、まずノミネートしているのは一つマザームーンです。そして最近すごくね、急上昇しているのが誠のお母様でございます。でも何と言っても私にとっての流行語大賞はズブズブでございます。これこそこの2022年表すね、この私たちのこの光の実感とも合う言葉だと思うんです。統一教会と自民党や政治家のズブズブの関係、ここまで明らかになるとは思いませんでした。本当にこの2022年ズブズブ、この言葉、ね、よく覚えておいてください。なお、あの清水寺で、ね、毎年あの、大晦日に書く漢字一文字、これも勝手に考えました。ツボだと思います、私は。はい、まあ、冗談はちょっとそこまでにして、本当にあの国葬、この手続きですよ。で、岸田さんは確か最初の方、民主主義のためにやると言ってました。民主主義のためっていうんだったら、なんでじゃあ国会を通さないんですか。まずで、エリザベス女王だって国会承認でやってるんですよ。国会を通さないで閣議決定で決めちゃう、このやり方がもうおかしい。あと国民世論がこんなに反対で沸騰してるのにやっちゃう、これも民主主義に反してる。これセヤロガイおじさんの言葉を借りれば、ウルトラマンが正義のためと言って建物を壊す、これと同じだと。民主主義のためと言いながら岸田首相は民主主義をぶっ壊してると思います。本当にこういうやり方もう許せないし、だからこそみんな反対世論がどんどん盛り上がってるんだと思います。僕も実際あの地元江戸川でシール投票を何回かやったけども、あの自民党の岸田さんの記者会見ですとか、また閉会中審査、国会のね審議を経ても国葬に反対とシール貼る人が減らない、増えていくわけですよ。もう全然国民は納得しない。そのシール投票した人の一人、ね、おばあちゃんでしたけども、こんなこと言ってました。反対理由に、ね、私たちも仮想代だってもう大変なんだと、どんどん値上がりしてもう死ぬにも死ねないと。実際この仮想代っていうのは去年1万5000円東京の、基本的な値段が上がって、で7万5000円になって、今年また8800円上がったと、8万円台になったと。もう死ぬに死ねないと庶民がもう喘ぐ中で、国葬では税金ね、ジャブジャブ使いたい放題、しかも全額がまだよくわからないということで、本当にこの命のこの何でしょう、上下、ね、これがあっていいのかと思います。ということで私は本当にこの山添さんとともに、そして地元の枝川でも国葬反対の声をみんなともっともっと盛り上げていきたいと思います。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、私たちは山添拓参議院議員の市民活動の山部なんですけれども、どうぞプラカードもこちらに準備しています。またチラシもあの皆さん配布しておりますので、あのご協力よろしくお願いいたします。続いてのスピーチどうぞお願いいたします。新宿に西口広場の皆さん、こんばんは。私が山添拓さんに注目したのは、少年報道歌舞伎町で鶴川を運営してくれるコラボを国会で取り上げてくれたことがきっかけでした。私は出会う大人たちに恵まれ、休暇地に行き着かず今こうしてマイクを握ることができていますが、家に居場所がなく夜の業界に取り込まれる女の子たちやホームレスを余儀なくされている人たちは、これまで軍事費に5兆円に当てる自公政権に切り据えられてきたと思います。また戦後4番目となる多田憲法9条を改正を狙い続けてきた安倍晋三の国葬費は約16億6000万円に上り、
私たちが勤め納めている税金はまず命と暮らしに使われるべきではないでしょうか。これからを生きる子どもたちにとって大人たちが安倍晋三が弔われることにより賛美され、どこに社会の矛盾をぶつけていいのか、またその矛先は弱い立場や衝突へとつながっていくのではないでしょうか。民主主義国家の私たちはまだこの自民党の暴走を止めることができると思います。山添拓議員を応援し、輿論の熱を高め、一緒に命と暮らしを守る政治に変えていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ皆さん、私の言いたいという思いがある方たくさんいらっしゃると思います。こちらの方にもしスピーチしたいという方ぜひいらしてください。どうぞお願いいたします。こんばんは、杉並区から参りました。私は国葬に強く反対しております。皆さんご存知の通り、憲法違反の国葬、国民の半数以上が反対している国葬、国会も通さずになぜ強行されてしまうんでしょうか。私たちが納めた税金が好き勝手に使われています。国民全体が幸せになるために使われるべき税金が一部の人にいつも流れていきます。有り余る富を持った人にいつも税金が流れていくんです。福祉に使ってというと財源がないといつも切り捨ててきているにもかかわらず、いくらかかるかわからないで国葬にたくさんの税金が今つぎ込まれようとしているんです。7人に1人が貧困、子どもの貧困、1クラスに5人、ご飯が食べられない子どもが今いるんです。そういうところに税金を使うべきではないですか。お腹を空かせた子どもを見過ごせない、そんな両親にただ民間で自分のお財布から子ども食堂が6000カ所以上できています。そういうところに使ってほしい、生きている人に税金を使ってほしい、当たり前の感覚だと思うんです。私たちが諦めることを狙われています。もう間もなく目の前に迫っているから今さら反対したって、そう思わされているんです。これを諦めたらこの先ずっと続きます。権力者のやりたい放題です。私たち今何とか生きていけても、子どもたちの代はどうでしょう。さらに苦しめられることになります。今弱い人を守るためにも私たちが声を上げていきましょう。安倍政権は自分たちの富、議席を守るために統一教会を利用してきました。国民がどんなに統一教会に苦しめられてきたか、2世も今も苦しんでいます。国民を救うはずの政権が逆に加害者である統一教会を守り、統一教会の広告塔になっていた。国民に平気で嘘をつく、そういう安倍元総理に私は国葬という形で敬意、弔意を示すことはできません。皆様一緒に諦めずに国葬反対、最後まで頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは続いてのスピーチです。お願いいたします。はい、こんにちは。都内在住の大学1年生です。前回7月の参議院選挙で初めて18歳になって選挙運動ができるということなので、山添さんの、応援をちょっとしてきて、まあ、山添さんの当選すごく、嬉しかったんですけど、でその選挙の、投票日の前々日に、安倍元首相が銃撃されるという事件がありました。
で岸田首相は、選挙が終わってすぐ国葬ということを決めたんですけど、私はすごくその対応に疑問を抱いていて、本当にこの国葬ということ自体もいろいろ問題があって、挙げればキリがないんですけど、まず言いたいことが、今、岸田首相、閉会中審査で民主主義を守るために国葬をやるんだ、こういうふうに言っていました。しかし現在どこの世論調査を見ても、国論二分といって半々どころか、むしろ反対の方が2倍くらい多いということになっていて、全然その民主主義を守ると言っているのと現状の世論と、そういう考えた上で国葬を実施するというのは言っていることが矛盾しているんじゃないかなと思っています。そして、岸田首相は、昨年ですね、就任したときに、岸田の特技は国民の声を聞く力、そのように言っていました。しかし現在国民の6割以上が反対しているのに、なぜか国葬は絶対にやるみたいな感じで、ちょっと何を言ってるのかなと、岸田首相の就任当初のあの意思はどうだったのかなと、非常にちょっと怒りというか失望を感じています。岸田首相は、それこそ就任当初も新しい資本主義とか分配なくして成長なしということを言っていましたが、実際この物価高で円安も相まって非常に国民の生活が苦しくなっているのに、全然国民のための対応というのは一切していないと思います。そして国葬には17億円という大きな予算をかけて、大きな世論の反対があるにもかかわらず強行しようとしています。でこれは非常に許せないことだと思っていて、27日に国葬があるわけですが、当日まで、できる限り反対の声を示して、実施させないという国民の声を岸田首相に少しでも届けたいなと思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。新宿西口地下広場ご通行中の皆さん、私たちは山添拓参議院の市民勝手来山部です。この場所で今からでも国葬中止を求めるアクションを行っております。続いてのスピーチどうぞよろしくお願いいたします。写真お願いします。写真皆さんこんばんは。ご通行中の皆さんお騒がせしております。私たちは国葬に反対しております。国葬というのはどういうことでしょうか。我々国民の税金から取られるのです。で今、税金の使い方を皆様にぜひ考えていただきたいです。我々の税金は教育、福祉などに使われてますでしょうか。はい、今、保育園の民営化、要するに民間企業に丸投げ付けされています。でその結果、保育士さんたちはどんどん辞める。でこの間静岡の保育園でも3歳児が、バスの中に置き去りにされるという痛ましい事故が起きました。それはなぜかというと、保育士さんの給料は安い、仕事はハード、入れ替わりが激しい。もうそれは、どこの保育園でもある話で、私も実際現場の保育士さんから、企業主導とは聞こえはいいけども安全が、軽視され儲けが優先されるという生の声も聞きました。我々の税金を国葬に使うんだったら、教育福祉に使った方がいいじゃないですか。はい、あと貧困対策にも使うべきです。でないと、コンビニ強盗、銀行強盗、振り込め詐欺など犯罪が増えて治安が悪化する一方です。でよく私は政治のことは分かりません、政治のことは政治家に任せればいいという人も結構聞きますけども、たとえ、政治には無関心でいても無関係ではいられません。またいつさっきも言ったようにコンビニ強盗、銀行強盗に巻き込まれる危険性も十分あります。もう国葬に16億円の
税金が使われるくらいだったら、貧困対策、教育、福祉、それから今、台風で九州が被害を受けてます。その災害被災地の復興に使うべきです。どうか皆さんにも税金の使い道をよく考えていただきたいです。どうもご清聴ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いてのスピーチです。お願いいたします。ご通行中の皆さん、こんばんは。もうあまり国葬のことでなんかないんですけど、まあ、僕はもう国葬反対です。で、今日かな、そっか、でも絶対やるよなって、その時にね、ちょっと変な妄想が出てきたんですよ。じゃあ国葬やるんだったら、まあ、自民党の議員全員含めて、あのアベノマスクしてこいよって、まあ、たくさん余ってるんでしょ。余ってますよね、あれね。だってこの前テレビでやってたけど、安倍さんね、この前山口県の地元戻った時に、あのマスクをして若者がね、これ安倍のマスクですよって言ったら、すごい喜んでたんだって。みんなしてこいよ、本当に。あれをうちには届いてないけど、でもね、なんかもう自分の中で僕、あの安倍のマスクがどうしても忘れられなくて、だってこんな緊急事態、世界中で届いたのがあの2枚のマスク。でもこれ忘れられないよ、俺は本当に。もうこれ以上言葉が出なくて、よくテレビでね、安倍さんの功罪って言うけど、罪しかないじゃん。いいよ、じゃあもし功があるんだったら教えてください、本当に。この前ね、ホームレスの人の支援行きました。みんな何て言ったかっていうと、生活保護はまだ受けられない、こっちから見たら明らかに今一回あなたは休みなさいって、休もうよって思う人が受けられないんです。忘れないでほしいのは、自民党が2012年どういう公約で与党を勝ち取ったか、それは生活保護費は削減なんです。ある議員は言いました、生活保護を水際で止める、こういう人の生命を奪うようなことを指導した親玉は誰でしょうか。安倍さんじゃないですか。それは彼は騙されたんだとか、そういう無責任なことは言えないんです。あの人は総理大臣だったんです。もう少し議論をしてほしいです、本当に。せめて国会を開いて、自民党は勝つんですから、その法案を通すことができるんだから、せめて国会でちゃんと議事録に残して、どういう経緯でやるんだと、これだけでもやってくれませんか。そして後に検証しましょうよ。それでそれでいいじゃないですか。でもそれを飛ばしてやる今の岸田政権の姿勢には絶対許せません。国葬反対。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい熱いスピーチだった、その言葉が。それでは続いてのスピーチ、こんばんは。国葬反対の活動をやってます。私は都内で会社員をしているものです。今日昼間に同僚とランチしてたら、国葬の話題になって、なったというか、私は持ってったんですけど、そっちの話題に、国葬、ちょうどテレビで国葬が来週あるっていうのをやってたんですね。で、それでちょっとこの流れで、来週ありますねとか言ったら、なんかその方は、アベーマ TV で、ひろゆきさんと、国葬反対の人がなんか喋ってるところを見たって言ってて、でなんか反対側の人と全然なんかひろゆきさんが噛み合ってなかったと言っていて、あ、そういうことがあったんだと思って。でもその同僚もなんかどっち派っていうわけでもなくって、なんかそういう話をして、ただなんか結構国葬ってもうなんかいくらかかるとか、すごいお金かかるって言われてるけど、
今までのいろいろあったこと、政治の中でいろいろあったことで、なんか感覚が麻痺しちゃってるところありますよねと言って、だからなんかもう結構割と どっちでもいいみたいな感じだったんです。で、私割とその身近な人がそういうふうに思ってるんだって初めて知って、一応なんかでも一応反対派の意見をいろいろバーって述べて、ちょっと惹かれるくらいありがとうございます。述べたら、そっかって言ってくれましたただ今日こういう場に来るとまではちょっと言えずすみません、まあ、徐々に身近な 人にもあと1週間くらいありますので、ちょっとずつ自分の考えを言っていけたらいいかなって思いました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続いてのスピーチどうぞ。今日もうちわを持って入っていただきありがとうございます。皆さんこんばんは。私は保育士をしています。保育についても先ほど言及がありましたし、話したいこと山ほどあるんですが、今夜は国葬反対について少しだけお話しさせてください。私は国葬がたとえ10万円の国葬であろうと反対します。費用の問題ではありません。税金を使うことが問題ではありません。決め方が気に食いません。納得できません。少し前にツイッターでこんなつぶやきを見ました。こんな国葬ごとき止められなかったら私たちは戦争を止められるんだろうかと書いてありました。本当に怖いと思いました。安保法制ですね、私初めてデモに行くきっかけになったんですけれども、安保法制止められると思ったんです。オリンピックも止められると思ったんです。それでも止められなかったんですよね。すごく悔しいし怖いし、そして今回こうやって国葬が強硬的な暴力的なやり方で決められて進められようとしています。本当に止めたいです。私がここへ来てこうやってうちわを出すことがどれほどの力になるのかわからないんですが、もう当日まで反対する人がいるんだっていうことを権力側に見せていきたいと思っています。私は国葬に反対します。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちは日本共産党山添拓参議院議員を応援している市民勝手連山部のメンバーです。本日はこの場所で国葬を今からでも中止を求めますとアクションリレースピーチを行っています。続いてのスピーチどうぞ。今日は国葬反対だという T シャツでアピールしてくれています。ありがとうございます。皆さんこんばんは。今日はこの国葬反対だーの T シャツでやってまいりました。もうこれ先週ぐらいから使い始めてフル稼働でございましてね。でこれツイッターでたまたま見つけて、これ仮面ライダーのロゴマークのパロディなんだそうです。で3種類あって迷いに迷った挙句3種類買っちゃったんですよ。で別にその人の宣伝の気に来たわけじゃないんですけども、これとあと女性週刊誌の週刊女性のロゴマークのパロディのやつもあってですね、あとアメリカとかのカレッジ T シャツのこの大学のねロゴマークみたいなやつもあってですね、どれもとても可愛いので、まあ、27日間に合うかどうかっていうところですけど、よろしければ皆さんも ぜひ来ましょうなんつって。で私はいろんなところでも本当に国葬に反対する理由しかないのでいろいろ参加してるんですけれども、それでなんか頭にお話しさせてもらってることをちょっとまた思い出して言います。私が国葬に反対する理由は結構たくさんあるんですけれども、そのランキングを作ってみました。でなんか5つぐらい、なんか覚えてるのは5つぐらいなんですけど、言えるやつは。で普通ランキングっていうとこう下から行って1位はバーンみたいになりますけど、それをやってると忘れちゃうので1位から言います
1位は、私が国葬に反対する理由なら1位は憲法違反だからです。はい、それで、お集まりの方はお分かりと思いますけど、意外と知らなかったりするので、これ言わないといけないですね。あと、ちなみにもう一個思い出しちゃった、国葬はお葬式じゃないよって話ですね。お葬式とは違う。あ、で、憲法の話に戻りますけれども、そう憲法違反、国葬は憲法違反、国葬は違憲っていうハッシュタグでじゃんじゃんつぶやいてるんですけど、そしたらなんかちょっと、クソリプみたいな、どこが憲法違反なのか教えてくださいっていうリプが来たので、うちにある日本国憲法を紐解きながら、これもじゃんだったら、なんか6個ぐらいもう該当しちゃってですね、私が一番どれが一番ってあれですけど、内心の自由の侵害が一番私は、腹が立ちます。弔意を強制するなって、強制なんて言ってないじゃないかとか、それくんは多分来るんですけども、実質的な強制、強要、要請というのはありますよね。なのでそれが一番私は腹が立っているんですけれども、あ、他にもいっぱい腹立ってますね。あと何だったっけな、弔意の、あれです、法の下の平等だ、そうです。たまにツイッターなんか見てると、私がすごいツイッター配信だってことがバレちゃいますけども、ツイッター見てるとですね、あんなひどい人の国葬は嫌だ、例えば中村哲さんとかね、お医者さんのとかだったら国葬にも値するのにみたいな、たまに見るんですけど、私は中村哲さんでも国葬は反対です。なんでかっていうと、憲法違反、法の下の平等が大事なので、この人の国葬はするけどこの人の国葬はしないっていうのはもう法の下で平等でありません。それで、あともう一つは、随分言われてますけれども、国葬令というのが、1947年に廃止されましたので、今法的根拠がないということですね。憲法以外の法的根拠が全くない。それをそれでやるんなら、さっきの方おっしゃってましたけれども、今それでも仮に国会を開いて多数決取れば勝てるのに、それすらやらないんですよね。で、憲法違反って分かってるのに、それで法的根拠がないのにやる、それをご利用ししてくるところが私は一番怖いと思っています。で、ダメだっていうのにやるっていうのは、憲法の福島みずほさんならこう違うそうでしたけど、言ってましたね、あの人たちは憲法なんてキッキッキッって人たちですからって言って、で、それ憲法なんて守んなくていいもんだっていうメッセージでもあるので、それもかなり恐ろしいと思っています。で、私の反対する理由第2位は、皆さんもう散々おっしゃってますけれども、そんな使うお金があるんなら、どれだけ今人が困ってるんですかって話ですよ。コロナより前ですらそうだったのに、友達が女性による女性のための相談会の主催者グループにいまして、で、大変女性が、特に女性がシングルマザーの方が困窮しているところを見てきました。本当に食べるものがないっていうところで、なんか少なく見積もっても16億いくらって、ちょっとそれはそれはいくらなんでもと思いますよね。懐かしいネタでごめんなさいね。それで、あ、わかんないかな。だからお金、税金は、そう、税金は国会で1円支出するのにも国会で決めて出さなきゃいけないのに、それもやってないし、困ってる人のために使ってないし、いや、死んだ人のためじゃなくて生きてる人のために税金は使ってくださいということです。で、あと3つ目は、あれだ、統一教会問題ですね。あれほどに、安倍、首相、元首相をはじめ自民党の人たちがあれほど統一教会と関係があったということをみんな知ってる状態にまでなってきたというのに、それで安倍さんを国葬にしてしまうということは、統一教会にさらなるお墨付きを与えてしまい、こんな素晴らしい人だったんですよって言って、それなんていうの、安倍さんが推してたんだったらすごい素晴らしい状況なんだって、騙されて入っちゃうとまた言います、まあ出てきます。で、また犯罪被害に遭う人が出てくるのでダメです。あと何でしたっけね、山添さんに聞いても分かんないですけど、私が覚えてるのは何でしたよね、4番目、はいはい思い出した、はいはいって私しか喋ってないですね。今までの安倍さんがやってきた、疑惑について国葬にしちゃうと偉かった人、死んじゃった人のことはもう追及しないとこうねみたいな空気が作られて、森かけ桜、等々追及がやってしまう恐れがあります。それは絶対にダメですね。そんなことはさせませんよ。亡くなったからといって、あ、そうそうそう、友達がすごいキャッチコピーを考えつきました。死は免罪符ではないって言ってましたので、
それは追及、私たちがし続けなければ、私たちがあの山添さんにやって追及していただかなければいけないことでございます。で、5番目は忘れちゃったので、ま、皆さんであのお好きなものを当てはめてください。はい、ありがとうございました。すいません、長々と。ありがとうございます。本日この場所であの山添拓参議院議員の応援する市民勝手連山辺で、あの国葬のに対し今からでも中止を求めるリレースピーチを行っております。皆さん本当に言いたいことたくさんあると思います。で、そしてあの直接話をあのしないでもスタンディングでアピールをしていただいて、今あの中間報告が来ましたけど、この場所にですね、今このスタンディングやチラシを配ったりなどで100人を超える方が参加していただいているそうです。本当にありがとうございます。どん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 この声を拾って、本当に27日には国葬を今からでも止める、その強い意志をまたあのみんなで広げていきましょう。それでは最後に山添拓参議院議員からスピーチしていただきます。お願いいたします。皆さんこんばんは。日本共産党参議院議員の山添拓です。今日はこの場所で国葬反対中止を求めてスタンディングを含めていろんな声を上げてきました。今日この場所でスピーチをいただいた皆さん本当にありがとうございます。またチラシ配りやプラスターを掲げてアピールをする、その呼びかけに応えていただいている皆さんにもあのお礼を申し上げたいと思います。今国葬強行しようとしている岸田政権に対して、それでもめげずに諦めずにやっぱりやっちゃダメだっていう声を上げなくちゃいけないと思うんです。今日いろいろ反対の声を上げていただきました。理由は様々あります。国葬は誰に対して向けられたものでもやるべきでないっていう意見も上げていただきました。私もそう思います。同時によりによって安倍さんに対してやるのかと、それも多くの方が共有している思いじゃないでしょうか。とりわけ今政治の大問題になっている統一教会と自民党政治の癒着、この問題に関して言えば安倍元首相が一番ズブズブの関係にあるんじゃないか、一番問題のある関係ではないのか、それが多くの方の抱いている疑念ではないでしょうか。国会で岸田首相は統一教会と今後一切関係を断つと言いました。しかし関係を断つと言いながら何が問題なのか、社会的に問題のある団体だと言いますが、何が問題で自民党のこれまでの関係のどこを反省して、だから断ち切らなければならないのか答えることがありませんでした。何が悪かったのかを説明できないままに、この先関係を断ち切ることなどできないんじゃないでしょうか。自民党の指示で点検が行われて自主点検、179人の議員が関係あったと申告しましたが、点検漏れが直ちに相次いでますよね。当然だと思うんですよ。だって自主点検といっても大体の人は自分が関係してたことを認識してないんですから、認識してない人が点検しても出てくるわけないですよ。まだまだ点検漏れが後から出てくることになるんじゃないでしょうか。そしてそのために知りませんでした、統一教会とは認識していませんでした、今後は関係断ちます、こういう言い訳ばっかりしてくると、そういうことになるんでしょうか。それじゃダメじゃないでしょうか。徹底した調査を行うためには第三者も含めてさまざまな情報提供を受けていく、そういう本気の姿勢が自民党にも政府にも求められていると思うんです。そして何より一番関係の深さが伺われる安倍さんについて調査しないっていうのはどう考えてもおかしいんじゃないでしょうか。亡くなった人なので、その時その時の判断があったんだろう、それはもう調査できないって言います。そんなことないですよ。事務所の人いるじゃないですか、秘書もいますよ。総理時代の関わりで言えば官邸はいろんな人もいるじゃないですか。これからでも今からでも調べられることたくさんあるはずです。今やるべきことは
国葬ではなく統一教会をめぐる癒着についての徹底した解明だということを一緒に声を上げようじゃありませんか。その統一教会の問題は私たちは反社会的なカルト集団、霊感商法であるいは高額な献金で私たちも話を伺ってきましたけれども、家庭を壊してるんですよね。人生壊してる。世界平和統一家庭連合と言いますけども、家庭は壊すし、給料を変えて平和も壊すし、名ばかりじゃありませんか。そういう組織の下で多くの人が被害に遭って、その犠牲の上に集められた金によって反共的なあるいは反動的な政治で自民党と結びついて、そして何より統一教会の教義の核心はサタンに汚れた血を祝福集団結婚によって清めていく、そういう話ですよね。だから同性婚は絶対に認められない、そう言って同性婚は危険思想だ、選択的夫婦別姓も認めない、ジェンダー不平等の政治を進める、その日本の自民党などの右派とも結びついて政治を歪めてきたんだと思うんです。その実態の解明こそが今求められているんじゃないでしょうか。解明して正していくっていうことが必要なんじゃないでしょうか。カルト集団にまみれた政治はやっぱり終わりにするべきではないでしょうか。そのためにも今国葬を中止させる、声を上げ続けるってこと大事だと思います。今日お話もありましたけども、反対世論が高まっている、みんながやめると言っているものを本当にこのまま強行してしまうのかどうか、強行させてしまっていいのか問われていると思うんですね。強行していいことないですよ。私たち実は去年もこの場所で強行するなということを訴えました。去年はオリンピック・パラリンピックをコロナの感染拡大の下でやるなっていう声を上げてきました。それでも当時の菅政権はオリンピックを強行いたしました。後に残ったレガシーは何だったか、五輪汚職じゃないですか。汚職にまみれて今メダルラッシュのように次々とあの会社もこの会社も利権のためにオリンピックに参加していたのか、そういうことが浮き彫りになってますよね。あれだけ固執をしてオリンピックを進めたのは結局金儲けのためだったのではないか、誰かの利益のために多くの犠牲を伴って強行したのではないか、そんなことまで明らかになってきています。皆さん、こうして政治的思惑によって誰かの利益のために、誰かの政治的な思惑、その先の権限を、その先の地位を守ろうとするために行おうとしていることはやっぱりいいこともたらさないと思うんですよ。みんなの声で止めさせていく、みんなの声に耳を傾ける政治に変えていく、岸田政権がそれできないんだったらやっぱり変わってもらうしかないと思います。今日は国葬中止を訴えてきました。おそらくご通行中の方の中にこの国葬をやらせちゃいけないんじゃないか、どう考えてもおかしいよね、理由はいろいろあるでしょうけども、おかしいとお感じの方きっといらっしゃると思います。その声を最後の最後まで一緒に上げていただきたい、ツイッターでも発信していただきたい、 SNS 様々あります、楽しみにしてください。報道もまだまだ予定されています。私たちいろんなところで一緒に訴えて声を上げて諦めないということを示していきたいと思います。それが必ずその次に政治を変える時の大きな力になっていきます。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました、本日は、山添拓参議院議員、市民学連が呼びかけました、山部のが呼びかけた、今からでも国葬中止を、このアクションにたくさんの方にご参加いただきました、本当にありがとうございました。本日のこのアクション、この分で終了させていただきます。今山添さんが言いましたが、今からでも国葬反対、この中止をという声をどん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 広げていきましょう。ぜひそのためにも今日この場所でチラシまだ残ってますので、どうぞ皆さんお配り配ってください。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
頑張ってください。絶対反対。はい、ありがとうございます。山本さんまで。ああ、考えすぎ。